3つの洗剤でこのニクワックスグランジャーズ MR で比較しながら洗っていきたいなというふうに思います。一番費用対効果がいいのはまあこれかなと思う。はい、本日はですね、ゴアテックスをですね、3つの洗剤で比較しながら洗っていきたいなというふうに思います。まあ、今回ですね、ゴアテックスを洗っていくっていうことなんですが、ゴアテックスの製品って値段がちょっと高い分、これ洗っていいんかなとか、これどうやったらいいんやろみたいな感じって結構あったりすると思いますし、あと、まあ、洗えるけど、撥水がなんか戻りづらいとかっていうのも結構まあ、あったりすると思うので、まあ、僕の洗い方で3つの洗剤を比較していきたいなというふうに思います。今回使用するジャケットは、まあ、このクライムライトジャケットっていうゴアテックスのジャケットと、これは US 規格のマウンテンジャケットと、これは日本規格のマウンテンジャケット、こちらの3着を洗っていきたいなと思います。でですね、使用する洗剤はですね、まあ、どれにしようかなって結構迷って、数はめちゃくちゃあるんですけども、まあ、その中でも比較的有名どころで、なおかつ、まあ、評価も高いっていう3つを、紹介していきたいなと思います。まず1つ目はですね、アウトドア製品といえばこれっていう感じのがですね、このニクワックスっていう洗剤なんですが、まあ、これが普通の洗剤で、こっちが撥水剤。まずこの1セット目っていうのと、次2セット目が、まあ、これも有名な洗剤なんですけど、グランジャーズっていうこちらの洗剤になってて、で、こっち側が洗剤で、こっちが撥水剤ということになってるのが、これが2セット目です。で、3セット目はですね、あえて市販のものを選んでみようと思ったんですが、市販のものの中でも特にゴアテックスといえばこれを使ってるっていう方が多いんですが、こちらの MR の使用をして、で、洗剤で洗っていく。そして撥水剤に関しては、今回はスプレータイプという感じで洗っていこうと思ってますので、まあ、どれが一番洗浄力があったりとか、あと匂いが残らなかったりとか、撥水剤が戻ったりとか、まあ、そういうところを見ていきたいなと思いますので、早速実演を見ていきたいんですが、その前にちょっと注意点だけ、ご説明していきたいなと思います。一応ですね、ゴアテックスの方では、まあ、こういうことをやめてくださいっていうことが書いてあるので、まあ、それを見ていくんですけども、まあ、まずですね、基本的にはクリーニングに出さずに自宅で洗ってくださいというふうに書いてるので、まあ、自宅の洗濯機で気軽に洗えるっていうことになってて、次はその際には40度以下の水温で洗濯機で洗ってくださいというふうになっているので、まあ、もちろん手洗いでもできるんですが、洗濯機でもできるということになっています。で、次はですね、少量の液体ということになっているので、液体がそんなにいっぱい入れるわけじゃなくて、少量の液体で、なおかつ粉の洗剤は使わないようにっていうことで、粉の洗剤で洗っちゃうと、どうしても粉が残っちゃうので、洗剤が残っちゃって透湿性とか機能がちょっと失われるので、液体を必ず使うということになってます。で、次はですね、その液体を必ず流せるようにすすぎを2回行うってことで、よくまあしっかり汚れを落とすっていうことなんですけど、まあそれをやってくださいっていうことであったり、あとまあ脱水は基本的になしっていうことで、まあ、もしするんであれば短めの脱水っていうこともまあ注意書きで書いてありました。そしてですね、汚れがひどい場合っていうのは、まあ他のジャケットとは一緒に洗わずに単品で洗ってくださいというふうに書いてたので、まあ単品で洗う必要があると。で、あと粉以外の使用不可の洗剤っていうのが、柔軟剤であったりとか、あと漂白剤であったりとか、あとシミ抜き、こちらのこの辺っていうのは、まあ洗剤が残りやすかったりとか、あとまあ洗剤のその薬自体がちょっと強いっていうことで生地を傷めることがあるので、まあその辺はあんま使わないようにっていうことになってたので、まあ、この辺の注意書きさえ守ってれば、まあ全然問題なく洗えると思いますので、僕の洗い方の手順はこちらになってるんですけど、まず一つが部分洗い、首元の特にここの当たるところですよね、ここの色って変わりやすいので、このここの当たる部分とか、あと袖口を部分的に洗っていく。で、特にナイロンは皮脂の油がついて上乗りしていくと、もう黒くなっていくので、まあ、極力早めに洗ってあげる。そして次はジップとかベルクロを必ず全部閉めるってことになってて、なんで開けてたらまずいんかっていうと、開けちゃってると引っかかったりガッとこう破れたりとかする可能性があるので、もう必ず閉めて洗っていくっていう流れで、で、次の3つ目がネットに入れる。で、締めた上にネットに入れるというのも大事になっているので、まあ、遠心力とかで袖がこう絡まる可能性があるので、まあ、それを防ぐためにネットに入れる。そして4つ目っていうのが洗剤を入れるっていう流れになるんですが、まあ、ここが大きく3つの洗剤を使って変化し、比較していくんですけども、まあ、ここの注意点が多いので、まあ、それをクリアしている洗剤っていうのを、まあ、今回使用してます。先ほど言ったみたいに柔軟剤を使ってないとか、漂白剤使ってないとか、あとは洗剤の薬が強くないものとかっていうのを、まあ、今回は、セレクトしてます。そして5つ目がですね、日陰で干していくっていう工程になるんですが、まあ、これはですね、ダウンジャケットの時もよく言ってるんですが、日向にナイロンが当たっちゃうと、ナイロンってもともと色が染めやすいっていう特徴はあるんですけど、その反面色が抜けやすい特徴もあるので、
まあ、ちょっと変色する可能性があるので日陰で干していく。で、6つ目がですね、熱処理ってことになってて、まあ、これをする理由は撥水を戻すためってことで、まあ、洗剤とかで撥水は戻すんですけども、さらに熱を入れることでもっと綺麗に撥水が出てくるので、まあ、熱処理をするんですが、僕は今までアイロンとかで熱処理しててもあんまりそんなに撥水戻らなかったんで、まあ、今回は乾燥機で熱処理をかけていきたいなと思います。という以上の工程で、肉ワックス、グランジャーズ、市販タイプっていうので洗っていきたいなと思います。ではどうぞ。はい、それでは見ていきたいなと思います。まずはですね、一番の部分洗い、首元とかあと袖口とかの汚れを取っていく工程になります。まあ、これは今回ネイビーを使っているのでそんな汚れは目立たないんですが、まあ、こうやって洗剤をつけたりとかしながら汚れを取っていくという工程になります。まあ、こんな感じで泡立ってますね。で、これは一番の洗剤なんで流していくという感じで流していきます。そして次の工程としてはですね、ジップとかベルクロを必ず締める、これ2番ですね。この手順を行っていきます。そして3番のネットに入れる、洗濯ネットにはこれ必ず入れるというのをやります。で、次は比較の分ですね、2番のやつもグランジャーズもしっかり洗剤つけて洗っていきます。まあ、これも黒なんであんま汚れ目立たないですが、終わったらジップを全部締めて、で、洗濯ネットに掘り込んでいくという工程はこれも同じです。はい、こんな感じで入れていきます。で、次はですね、3番の、洗剤を使っていきます。まあ、これ市販の洗剤なんですが、やっぱり市販の洗剤って泡立ちが結構目立つんですよね。で、結構しっかり泡立つなっていう印象はあるんですが、その分匂いもなんか香りが強いなっていう感じはあるんですが、今のところはまあこんな感じでやっていくと。で、ジップを閉めて、ベルクロも閉めて、洗濯ネットに掘り込んでいくという工程はこれ全部一緒です。で、1番、2番、3番の、ジャケット全部、同じ工程で3番まで終わりました。で、次は洗濯機に入れていくんですが、まあ、これは手洗いしても構わないんですけども、まあ、これ洗剤に入れていきますと。で、これはですね、結構洗剤の量いるので半分ぐらい、ちょうど半分しかなかったんで半分入れていきました。で、これで洗っていくという感じで、次はですね、撥水剤を入れるんですが、これもですね、撥水剤は全部1本丸々使うので結構量は使います。そして2番が、2着目ですね。これはグランジャーズなんですが、これはよく振って入れるんですが、これはキャップ1杯分だけ入れていくという流れになります。まあ、このようにキャップ1杯だけ入れると。で、次は撥水剤で、撥水剤はですね、1着につき、2キャップ分、まず1キャップ分を入れる。これちょっとだけね、ボンド臭が若干するんですが、さっきの肉ワックスの方がボンド臭がちょっと強いです。で、2杯入れるという感じになってますので、これは、量はこれが適量ということになっております。で、3着目を入れていきます。で、3着目はですね、同じように入れて、で、この渡辺直美さんの洗剤を入れていきますと。これキャップ1杯分ですね、入れていって、で、その後は、次洗剤じゃなくてスプレーなんで、スプレーはこうやってまんべんなく入れていくんですが、まあ、これも同じように、ボンド臭は多少するということになっております。そして次はですね、干していくんですが、これボトボトなので一回浴室なので水気を全部切ってから風通しのいいところに持って行って乾燥させていくということなんですが、これはダウンジャケットと違ってすぐに乾くので本当に1日もいらないかなと思います。で、乾いた後、これは完全に乾いた後、乾かすための乾燥機ではなくて熱処理をするための乾燥機なので、この工程はですね、乾かすためというふうに勘違いされる方もいらっしゃるんですが、あえて熱を入れるためにやってるので、まあ、今回10分でやってますが、20分乾燥機かけても構いませんし、まあ、そこは自由にやればいいかなと思いますので、とにかく熱を与えるっていうのが大事になってます。まあ、こんな感じでちょっと遊んでますが、まあ、この間は熱処理をかけて、今回は10分間の熱処理でどれぐらいの撥水効果が戻るのかっていうのは、もう3着いっぺんに洗ってるので同じ条件かなと思います。で、3着が仕上がって、次撥水を見ていきたいなと思います。まあ、こんな感じで、まず洗濯前というのはびちょびちょになるんですが、肉ワックスを使うと、まあ、このように、まあ、撥水が入ってて、比較するとやっぱり結構違いますね。綺麗に弾いてる感じがあるので、もちろんジャケットが新しい古いっていうのは多少あるんですけども、まあ、これぐらい洗濯前と洗濯後では違うよということになってて、次のグランジャーズの方では洗濯前は、まあ、これも5年使ってるジャケット、6年目なんで、もう結構撥水じゃなくなってるんですが、こんな感じで綺麗に撥水してて、比較するとこんな感じですね。多少残ってるかなっていう感覚もあるんですが、しっかり弾いてる感じはあるかなと思います。なのでやっぱり全然違いますね。そして次の、市販の方でスプレーでやったタイプは、まず洗濯前こんな感じ、もうべちゃべちゃですね。撥水性全くないっていう感じなんですが、
洗濯した後っていうのはこのように撥水性がまあかなり戻ってるっていうのが見て取れるかなというふうには思いますが、これやっぱ肉眼で見ると多少ちょっと違ったりもするので、まあ、その辺はこの後結果発表していきたいなというふうに思いますので、以上これが検証動画という形になっております。ということで、全部洗い終わったんですけども、ニクワックスの洗剤、グランジャーズの洗剤、あと市販とスプレータイプの洗剤を比較していきたいなと思います。まあ、今回汚れについてはですね、 1,2,3 どの洗剤を使っていても汚れっていうのはきっちり全部落ちたので、まあ、これは全部丸かなと思います。そして次に撥水なんですけども、先ほど見てもらった通り撥水は結構戻ってはいてたんですが、実は洗剤によって微妙にやっぱ違うかったりしたんで、まあ、そのお話をしていくんですが、まず1番目のこちらの液体の方のニクワックス、こちらはですね、まあ、撥水は結構比較的戻ったんじゃないかなと思うので、まあ、これは20〇〇三角×でいうところの、まあ、丸かなというふうには思います。で次にこのグランジャーズの方なんですけども、このグランジャーズの方っていうのは、まあ、量がキャップ2杯分だったっていうこともあるのかちょっとわからないんですけども、まあ、撥水に関してはもうちょっと戻ってもいいかなっていうの感じなんで、まあ、さっきのニクワックスに比べると、まあ、少しいまいちな部分もあるんかなって個人的には思うので、まあ、三角かなと思います。そしてこのスプレータイプに関してはですね、多分これが一番撥水性戻ったなっていうふうにも僕は個人的に思うので、まあ、これはかなり良かったなと思うので、まあ、20丸かなと思います。そして次匂いなんですけども、匂いはですね、このニクワックスのこっちの方は特に匂いしないんですが、こちらの方は結構その洗ってる時も匂いしますし、仕上がった後も近くでこうやってグッて嗅ぐと多少やっぱちょっと匂いがあったので、これは匂いに関してはまあ×かなというふうに思います。で2番のグランジャーズはですね、これはほぼ無臭っていう感じで、ほんわか多少いい匂いするかなぐらいの感じなんですが、これは最初ボンド臭の匂いするんですけど、洗い終わって近くで嗅いだら全く無臭っていう感じになってるので、まあ、これは匂いは20丸かなと思います。そして3番はですね、まあ、こっちの方はですね、いかにも洗剤っていう感じのまあ匂いがしているので、まあ、それは好みがちょっと分かれるかなというふうに思うので、丸かなと思います。で、この撥水スプレーの方なんですが、先ほどの液体と違って、洗い終えると匂いは結構比較的洗剤よりもこっちの方が匂いはしないので、まあ、これは三角かなと思います。そして最後の費用なんですけども、この1番目のニクワックスの方はですね、入れる量というのがむちゃくちゃ多いので、これに関しては1本丸々入れなきゃいけないということで、まあ、気軽に洗うっていうことを考えると1本1000円なので、まあ、毎回洗濯するにしては費用対効果はまあ×かなと思います。次のグランジャーズはですね、まあ、こっちがだいたい6着分洗えて、こっちが3着分洗えるっていうことなんで、まあ、先ほどのニクワックスに比べると、まあ、費用対効果はまあまだいいのかなと思うので、まあ、丸かなと思います。そして最後の3番なんですけど、まあ、これに関しては一番費用対効果がいいということになってて、まあ、値段ももともと安いし、さらに使える量も多い。だいたい10着以上はこれを洗えるっていう感じで、スプレータイプもめちゃくちゃ使えるので、これもほんまに10着以上は全然使えると思うので、一番費用対効果がいいのはまあこれかなと思うので20丸と思います。はい、ということでですね、まあ以上3つの洗剤を洗って3着洗っていったという感じなんですけど、まあ個人的なまあ感想とかも若干含まれてたりとか、それ以外にもやっぱりジャケットもいつから着出したっていうのが一つ一つ違うので、まあ、一概にこれっていう正しい判断はできないんですけども、まあそのビフォーアフター見てもらったみたいに、まああんな感じで撥水が戻るかなというふうに思いますし、まあさらに匂いとかっていうのはなかなか伝わりづらい部分やと思うので、まあ今回検証結果に入れて、まあ最後費用っていうところで、ゴアテックスも言ってるみたいに家で洗うものやと思うので、まあなかなか高いと毎回は洗えないと思うので、まあそういうところも参考にしていただければいいかなというふうに思います。はい、ということですね、まあ本日はゴアテックスのジャケットを3種類の洗剤で比較して洗ってみたという動画になってます。以上、ありがとうございました。